近い心理学。それではラジオネーム電書バトさん、ありがとうございます。電書バトさんはこれはもしや鳩の実験の話じゃないですか。あーくん、先読みしちゃダメだよ。違う。では読んでみましょう。質問です。スキナーさんの鳩ミサイルのやつについて詳しく教えてください。ほらあれでしょ、あのイグノーベル賞を取ったかなんだかってやつでしょ、これ。いや、イグノーベル賞はこれじゃないでしょう。いや、イグノーベル賞みたいなやつを確か取ったんですよ、この研究。この鳩でね、つい最近。あ、そうなの。確かそうだった。なんかあの、SNS で出てたような気がします。違ったらごめんなさい、青木の勘違いで取った鳩。これ質問がまたマニアックなんですけど、何の話かっていうとですね、バース・フレデリック・スキナーさんっていうその報道分析を作った人がいるんですけれど、彼がですね、まあ、ちょっと古い方なので、第二次世界大戦中にですね、そのアメリカなんですよ、彼。その戦争に突入して、心理学者もやっぱりその、ね、国の大変な時だからいろんなことに協力してよっていうふうに言われて、でスキナーさんずっとですね、鳩とかラットを使った研究したんですけど、その鳩を条件付けしてミサイルの誘導を補助するっていう研究をしてたんですよ。でそれで開発してたんだけど、途中からいや、うん、でもなんか鳩みたいな意見が出てきたり、あとマンハッタン計画でそのオッペンハイマーたちが核ミサイルを、核爆弾を開発する方に力を注いで、で国もそっちに確かお金をね、予算を振り分けて、いやちょっと好きなさんすいませんけど、いろいろ他にもやることあるんでって言って頓挫したっていうのが確か全容だったと思うんですよね。やっぱりこれちょっと調べましたけど、イグノーベル賞スキナーさん受賞しておりました。ありがとうございます。あの個人とちゃんと書いてあります。とんでもないことやってますねっていうね。でもちょっとこれニュース記事を見てるだけなので、ちょっと本当かどうかわかんないですけど、いつ受賞したの。今年ですよ。今年か。今年のイグノーベル賞、平和賞です。そしてその際にスキナー博士はこの実験に際し、複数の種類の鳩を60羽購入したそうです鳩屋敷やん。鳩屋敷です。まあでもこういうふうになんかあれですよ、なんか戦争の時とかに結構心理学が、あの心理学者が研究してってことが、まあ、あったんですよね。そうなんですよ、まあ、私のね、あのオタクチャンネルの方で戦争の心理学のこと話したと思いますけれど、まあ、実際には心理学者も戦争に協力していることがあって、で日本ではあんまりなかったらしいんですけど、アメリカ、それからドイツ、ヨーロッパの方では第二次世界大戦の時とかは結構協力していたという記載がありますね。まあ、侵略の歴史の侵略の発展とともにあったというところもまああるという。戦争のために科学技術ってやっぱり進歩しますからね。できればあの平和な活動に使ってほしいなというのが、まあ、心理学者としての私の意見ではあります。そうっすね。まあ、でもやっぱり鳩ってね、平和の象徴と言われてるぐらいなので、それをミサイルにしたんでしょ。そうそうそう、だからやっぱり今のさんも、ね、平和主義者だと思うので、やっぱ鳩60羽ぐらい光っていただいて、よくクルッポとか言ってなんか鳩のことも好きなようなので、ぜひあのオフィスに鳩60はいかがですか。オフィスの床ちゃんと掃除してね誰やらなくて。いや、それを鳩に条件付けしたらいいんじゃない。自分で掃除できるように。それだったらさ、掃除を条件するんじゃなくて決まったところでするように条件付けた方が早いじゃないか。いや、だから そのようにしていただいて。60は大変だな60は。でもおたちゃんで撮ってる時に60はいたら結構笑いますけど、どうすか。だから俺の精神が先に参ってくるっぽいになる。参ってくる。バチコイ心理学。イワノがやっている認知行動コンサルティングオフィスでは、研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄から、ぜひ。